おはようございます。速稼塾の久保です。今日は6月4日朝4時になりますけども、まだ夜は明けてないですね。まあ昨晩最後の FX オリガルヒ特別価格のお申し込みがありまして、ご入金もいただきました。はい、全員でね11名の方が入金完了で、残り3名ぐらいの方がまずはね、内金ということで一部入れていただいて、それからまあ交渉ということになるということでございます。もちろんそれでもね、もうなんとか、早くオリガルヒに席を持ちたいというこの熱意にね、すごくほだされまして、まあ私もね、FKX オリガルヒの参加をいただいたわけなんですけども、まあこれからですよね。これから週が明けてあと2日間追加を設けようとは思いますけども、ここからね35万というご案内になります。まあ悩んだ分だけちょっと価格がね上がってしまったところもありますけども、まあでもね相当悩んで、今回やり取りさせてもらった方もいらっしゃって、で最終的にご決断ということだったんで、多分もう6、7はじゃあやりますって方いないと思うんですよね。まあいらっしゃったらまたお話聞きたいと思いますけども、まあ概ね10名ちょっと超えたんですけども、十分私が対応できる人数だったんで、まあまさにね気合が入るスタートになります。ということで今日はねそんなことを話したいわけじゃなくて、ちゃんと相場解説もやりますんでね、じゃあ画面切り替えていきますからちょっと待ってくださいね。いやでも本当皆さんよろしくお願いします。ありがとうございます。こちらです。はい、今日はね1時間足だけを見ていきます。1時間足でここの説明しましたよね。で売りの勢力がちょっと資金を引き上げた分下に下がったってお話をしたところまではお話できていたと思います。その後なんですけども、資金を引き上げたやっぱ買いの勢力がねぐわっと、この辺はそうでもなかったんですけども、ここですよ。これお話したように大きな陽線を出してるでしょ。それがちょっと一本上げたんですけども、3つ並んだわけですよね。どんどんどんと3つ並びました。途中でコマみたいなのが出ましたけどもね、まあ3つ並んだ場合によっては4つって言い方もありますけども、その時にまずはここのレジサポライン超えましたよね。やっぱりこのねなんかこうひしめき合ったところ、ちっちゃいロウソク足がひしめき合ったところを一つのブレイクポイントとして考えるわけなんですよ。そうするとここを抜けたらねもう大きな資金が一気に入るでしょ。つよりも大きな資金を入れる人がいるからこの均衡が壊れると言ってもいいぐらいなんですよ。この辺は今回解説したところで全部符合したと思います。その後解放されたこのレジサポラインからどんどんね買いの勢力がおぶさっていって、おー買いで抜けたぞって方がね、ここで抜けたことを確認して追いかけ資金を入れたのが、だから私たちみたいな立場ですよ。でブレイクしたってことです。それで利確をみんなでするもんだからここで落ち着いちゃったってことですよね。そうするとね今度またね、今ちょっと出てますけども、ちっちゃい陰線陽線がここと同じように並ぶというふうに私は考えてます。だから131円前後で私はブレイクポイントを設けてるんですよね。でここも取れなくはなかったんですよ。私の力だったらここまで解説してるわけですからね、取れなくなかったわけではないんですけども、ちょっと休憩したってことこれなんですよ。取れなくはないんだけども、いつもいつもねチャートばっかり見てるじゃないわけじゃないんで、もう今回はねちょっと他のこともやってたんで、すいません、いろいろと遊んでたんでね、チャートから離れて、でも解説は皆さんにお送りして、今日ね、6月4日の4時に、ほらこうなったでしょ。で、同じ理屈で131円前後、つまり今ですよ。正確に言うと来週なんですけどね、来週は131円前後のブレイクを狙って、同じようにこういうふうなね、急騰の流れを取っていきたいなと思ってるんですよね。というところでございます。はい、いろいろとねこう一回一回の相場解説では断片的だったこともこうやって週末に総集編してみると一歩の線につながるでしょ。プラス来週の私の展望にもなってるわけじゃないですか。ですので FX オリガルヒってのはこういうふうに1週間に1回見れば今週何が起きたかってことが学べる、そして来週どういうふうに考えてるのかってことを、仮説としてね見ることができるということで、お時間どうしてもない方は1週間に一度見て、これはすごい山場が来たんだなと思ったら、その時に過去動画を見ていただくって形にすればいいんじゃないかなと思います。そうすると、過去から学んで、そして、
来週っていうかね、未来に対して挑戦できるっていうことをずっと繰り返すことができますんで。で、私が今来週の展望を申し上げたでしょ。で、週が明けて実際に月火水とやっていく中で、どのぐらいそれが一致してるのか、それとも乖離してるのか。で、相場っていうのは生き物ですから、私がいくらね、緻密に解説して緻密に計画を立てても、私の意思とは関係なく別の動きをしたら、それに合わせてまた私はね、新しい解説をその都度作っていかないといけないんですよ。だからテクニカルトレードがすごく必要であって、で、プラステクニカルを同時にそうはならないかもしれないっていうふうにちょっとだけ否定する気持ちもないといけないんですよね。テクニカルが絶対だって言ってるわけじゃないんですよ。テクニカルも4割は外れるという覚悟をしてるんですよ。ただ今までやってきたところ4割も外れてないなと思ってます。いや、外れて2割ぐらいかなと思いますね。うん。だ、その辺はだから臨機応変っていうものが助けてくれてるのか、それともテクニカルってのは私が踏んでるように4対6じゃなくて本当にね、8対2ぐらいでテクニカルってのは当てになるのかもしれないですね。それをこれからも長い時間をかけて見ていこうと思いますね。はい、じゃあ今回以上です。今週もお疲れ様でした。ありがとうございました。明日はまとめ配信をさせていただきます。こんにちは、速稼塾の久保です。今日は5月30日朝6時の相場解説になります。週が明けましたんで週足から見ていきますけども、FX オリガルヒのこともありますんで、今日はね、しっかりと分かりやすく伝えてお伝えしていきますんで、私はこのね、分かりやすさと、それからサポートの細かさ、ここで徹底的にですね、FX オリガルヒで持ち味を出していこうかと思います。まずは、こちらの画面をご覧いただければと思います。どうぞ。はい。週足なんですけども、週足はもうね、ご覧になって分かるように、高値圏で折り返しを迎えましたね。で、こっから下落トレンドが始まると予想されますけども、ちょっと待ってくださいね。下髭が出てるでしょ、いずれも。で、上髭は短くなっていってるでしょ。つまりは、下への圧力がだんだんなくなってきたっていうふうに読み取らないといけないんですよ、ここは。よろしいですかね。上にぐーっと行ってる時はいいんですよ。でも、下に向かった時に下の勢いってそんなにあるかな、どうだろうかっていうふうに感じるんですよ。その時に、下の髭が出てるってことは、下に向かってる圧力が弱まってるってこと。それから、上から押すための上髭、これが短くなってるってことは、上からの押す力が弱くなっていること。つまりは、この下落の流れって、4週間目たる今週は、もしかしたらね、陰線にならないかもしれないんですよ。でも、サンバガラスというように、このテクニカルトレード、逆田5本の中では、黒が3本出たら、下への方向性を、疑わなくちゃいけないんですよね。強い確率で下に行くよってことなんですよ。でも、ヒゲが出てくると、ヒゲの解釈が分かると、見方が変わってくるってことなんですよ。よろしいですかね。じゃあ、それを踏まえた上で、デイリーの方を見ていきます。1日足です。1日足は以前からお話したように、このレンジをブレイクしてね、上の方に伸びて、押し目を作ってもう一本行ったと。次の押し目を作るかと思ったら、この押し目っていうのが、高値圏での下落の兆候を出しているヘッド&ショルダーのように見えるし、高値圏での反転にも見えるというところですよね。で、そのことをちょっと前お話したのが、このヘッド&ショルダーっていうのは上が台形になっている、ね、台形になった形でのヘッド&ショルダーっていうのはあり得るんですよってことを話しましたね。まあでも、本当はここがとんがりコーンになって本当のヘッド&ショルダーだと高値圏での下落っていうのが見えるんですけども、どうも、単純な高値圏からの下落ではないなってことが、先ほどのヒゲの例でも、今回の頭がこういうふうにね、台形になってるところでもわかるんじゃないかなと。ひいて言えば、ここ、ダブルトップですからね。ダブルトップ。ヒゲ先のダブルトップです。はい。同じところで。131円の230のこの切り板のところでダブルトップをヒゲで書いてるでしょ。で、そっからダブルトップなんで下落が始まるっていうふうに考えたら、あれ。これ下落始まってるじゃないですか。ただこの下落はそんなに勢いとエネルギーは下に向かってないよっていうのが読み取れるのが次でわかります。いい4時間ですね。どうでしょうか。どこでわかるかってことは、この山なんですよ。この山の大きさ、あれ、すいません、はい、この山の大きさがまずありますね。次の山はこれですね。次の山はこれですかね。どんどん小さくなってるでしょ。だから下に向かう勢いっていうのがだんだん落ちているっていうふうに
4時間で見えるんですよ。よしですかね。で、1時間ではそれが決定的になります。1時間を見るとこれ分かります？私が何言おうとしてるか。収束なんですよ。収束ね。収束っていうのはだんだんとこっち向かって三角形を描いてるねということです。こっから落としてきてもいいですよね。だんだんペナントになってきてるっていうふうに見えるんですよ。じゃあ収束の後何が起こるかっていうと、バツンと上か下に跳ねるわけでしょ。だからこれが今までの日足、週足か、週足で見てきたヒゲのことと、それから日足のダブルトップもしくはヘッド&ショルダー高値圏っていうのを組み合わせていくと、決断は出ませんけども、これは上の方に行くんではないかなっていうふうに1時間では判断できるんですよね。もちろん同じぐらい下に行く根拠もあるんですよ。だから悩ましいんで、月曜日はそこを確認していきましょうってことになるわけですよ。よろしいですかね。ここまで細かく具体的におかしな専門用語を用いずに話せば分かっていくと思います。もちろん受け取る力がなければ分からないかもしれませんので、私が細分化した中でもわけのわかんない言葉が出てきたら、ちゃんとそれをね、自分で調べるとか、あ、覚えてなかったなっていうふうに感じるとか、それからどうしても分からなければ私の方にメッセージで質問するとかっていうふうにして、 FX オリガルヒは日々進めていってくださいね。必ず一個ずつ解決できていきます。それじゃあ本日は以上です。 FX オリガルヒにまつわる、5月31日夜9時から21時からのストーンさんとの株スクール対談、こちらの方も楽しみに。株スクール対談が終わるか終わらないか、最後のところでね、 FX オリガルヒのことをちょっと話させてもらいますんで、よろしくお願いします。おはようございます。速稼塾の久保です。今日は5月31日でございます。時間は4時半。相場解説を始めていこうと思いますけども、今日の21時からですね、FX ではないんですけども、株スクール、速稼塾の塾生さんで株スクールをね、運営しているストーンさんとの、その後の株スクールの運営についてちょっとお話があります。かなりいい感じになってるみたいなんですよ。で、その株スクールの対談が終わった後にね、ちょっと私時間を10分ほどいただいて、FX オリガルヒのちょっとね、ご案内をさせていただきたいと思います。ただ、一応ね、8名ぐらいかなと思っていた8名の枠は、すでに内定で埋まって、もう入金もね、ほぼ終わってしまったんですよ。ですんで、塾生限定特別価格は、5月31日、今晩21時からね、予定通りご案内はしますけども、早々にこの価格は、リミットをしてですね、だんだん正規の価格に上がっていくと思いますんで、ちょっと迷われてる方もいると思うんでね、改めてちょっとお話しますけども、株スクールの後に FX のオリガルヒをご案内するのはなぜかっていうと、もしかしたらね、株スクールとオリガルヒと迷ってる方もいると思うんですよ。株と FX どっちかなって。まあ、そういうのも込みで今日のオリガルヒを見ていただいて、オリガルヒじゃないや、株スクールのね、対談見ていただいて、しっかりと検討していただければと思います。私としてはね、株スクールの存在をできるだけ目立たないようにして、オリガルヒをどうだっていうつもりは全然ないんですよ。むしろね、迷ってる方は株スクールの実態をよく知った後で FX オリガルヒのことも検討していただければ、より後悔のない選択ができると思います。さあ、そしてですね、昨日の相場解説になりますけども、昨日の相場解説は非常に分かりやすかったというふうに、ご案内をいただいてですね、そして夕刻なんですけども、本当にね、すごい解説だったんで、こんなに自信を持ってエントリーできたことはなかったということでご意見いただいてます。また先ほどメールも3本ほどいただいて、それぞれが結構大きな枠を取れましたということだったんですよね。そうならなかった方もいると思いますけども、やっぱりね、昨日ほど具体的に解説していくと分かりやすかったんじゃないかなというふうに思います。ただ、まだ分かりにくいという方もいると思いますので、それはね、片方では受け取る方のね、皆さんの方も概念をちょっと頭に入れていかないと、なんで私の解説がそうなのかってことが分かりにくいと思うんですよ。ですんでね、日々、やっぱりこう勉強もしていかないといけないかなっていうところになります。詳しくはですね、FX の相場解説集の中の FX 基礎講座か。基礎講座の初級編、中級編っていうのがありますので、そちらの方、またね、ご活用いただければと思います。それでは今日の相場解説に入っていこうかと思いますんで、よろしくお願いします。まずは1時間からです。はい。1時間いかがでしょうか。私、あの後補助線をこういう風に引いたんですけども、補助線ね、赤いところ、こういう風にね、
ペナントになってるって言ったでしょ。で、ペナントになってるわけじゃないですか。で、ペナントをブレイクしたら、そっちの方に進むってことで、1回目はね、戻ってきちゃったんですよ。でも諦めずにもう1回ブレイクを待ってると、ここのブレイクが本物でしたね。2個目のブレイク。これですよ。これは大きく跳ねました。で、ここでやっぱりこうね、エントリーが組めると。さらにね、ここを越えてのエントリーっていう風に考えた方もいて、その通りドンピシャですよ。プラスですね、ここでのエントリーが何がいいかっていうと、レンジにもなってるでしょ。またこの黄色が使えるわけですよ。ね、こういった感じでございますんで、昨日はこのブレイクを捉えて、もしくはここで捉えて大きな幅を取ったんじゃないかと思います。いかがでしょうかね。40ピップス前後だから 4,5 万は稼げたんじゃないですか、ワンロットで行った方は。いや、これほど綺麗に決まったなんかね、ペラントってのもまあよくありますけども、上に行くか下に行くかを昨日はね悩んでいたんですけども、実際1回目のブレイクの時にこれは戻っちゃいましたけども、あ、これは上だなっていう風に踏ん切りがつけられたと思うんですよね。ここまで見ていくと下に行く兆候は何にも出てませんからね。はい。で、一応ですね、4時間の方見ていきますね。昨日の4時間、あ、現在の4時間ですね。4時間は昨日の解説ではこういう風に三角形がどんどんねちっちゃくなってる、ボラティリティがなくなってるでしょってことを話しましたけど、覚えてます？覚えてない方は昨日の動画見てくださいね。で、結局収束してしまって、ここではもう横ばい状態に入ったわけですよ。だから横ばいなんで来た方向に今回は戻ったかなっていうところですね。うん。で、1日足引いては1週間足なんですけどもね、これ、これがデイリーですね。デイリーの場合はあのヘッド&ショルダーのダブルトップの形っていう風に申し上げました。で、こうなるとね、大きく下落するというよりも、これがヘッド&ショルダーだったら大きく下落なんですけども、単なるダブルトップなんで、ダブルトップなんで、まあそこそこ戻るみたいな感じですよね。大筋ではここでグニュグニュっていったところと同じ水準まで戻る。これも今までも左右対称みたいな形でね、何回もお話したと思います。左右対称になりやすいんですよ。まあちょっとこれに似た形かなっていうところです。うん。まあこれはね、ちょっとね、いまいち左右対称には見えにくいと思いますけども、まあ大体この辺りで滞留するんではないかなと、ぐちゃぐちゃっとね。だからこう、なんて言いますかね、横ばいに入るんじゃないかなと思いますよ、これから。横ばいに入って、また上か下かに行くみたいな感じです。いいですかね。で、ちなみにですけどもね、週足の方を見てみましょうか。これ週足なんですけども、これも覚えてます？陰線が3つ並んでサンバガラスでしょ。サンバガラスなんで、思いっきり下の方に突き抜けるのが、まあセオリーなんですよ。でもそこにヒゲというもの、坂田五法ではヒゲが語られてませんけども、ヒゲの解説を私は先月させてもらいました。そのヒゲの解説がしっかりと頭に入っている方のために、昨日もねヒゲについて、解説しましたけども、ヒゲがあるってことは、下ヒゲが長いってことは、下に行く要素があんまりないよってことなんですよ。下から押されてるわけですからね。だから上の方向に向かう力が働いていて、サンバガラスの後の次の線っていうのは陽性になるんじゃないかなってことを言いましたけども、まさに陽性が形成中でしょ。うん。だからこういうふうにして相場解説が、ああその通りになってるなっていうふうに踏んでいただければと思うんですよね。で、さらにですよ、これ見てください。今後どうなるかってことなんですけども、横ばいに入りそうだって先ほど私お話しましたよね。1時間を見てください。今1時間見てもらってますけども、この黄色い幅がまた生きるんですよね。横幅ですよ。横幅ってことは、こういう風にこの間でレンジが起きることが考えられます。まあどういう風な動きをするか分かりませんけどね。レンジが起きる時ってのはレンジオプションが取れるでしょ、これだけの幅があったらね。なんか60ピップス70ピップス以上ありますから、じゃあこの水準に入ったらバイを入れて、この水準に入ったらセールを入れるっていう例の方法がまた活かせるんじゃないかなと思いながら、今日の解説終わりますってことです。結構また今日も細かく具体的に昨日の拾い上げをしながら今週の展望を話しました。今週はレンジから始まるってことです。で、昨日のブレイクは取れた方やっぱりいましたねってことなんですよ。私も当然取れました、昨日はね。 FX オリガルヒっていうのはこのレベルでやっていきますんで、そして基本的には1週間を振り返って大事なところをね、皆さんに週に1回は必ず見ていただくっていう形にしようかと思いますですね。毎日の相場解説、果たして毎日は見れない方がいるかもしれない。そういう方は学習のためには週のまとめを見ていただいて、今週のハイライトみたいなところを私が強調してその時お話しますんで、それは週に1回だけ見てください。そして
あ、これすごいなと思ったら振り返って毎日の相場解説もしてますんで、そのポイントを抑えるって感じです。で、だんだん余裕が出てきたり、資金を入れる決断ができたらね、そしたら私の相場解説を毎日見ながら二人三脚で日々見ていって、エントリーの瞬間、今回みたいなね、エントリー瞬間を狙うみたいな感じでいくと最もいいんじゃないかなと思います。つまりはまだ学習が足りてないなと思う方は週のまとめを見て振り返っていく。で、もう腹積もりはできたよって、エントリーしたいんだよって方は他の用事の都合もあると思いますけども、基本的には毎日の相場解説を見ながらエントリーを考えていくって形でやっていけばいいんじゃないかなと思います。それでは今日の21時から FX オリガルヒ、こちらの方もお楽しみに、主にはね、株スクールの対談ですけどもね、1時間の対談の後10分ほど私の時間も取らせていただきます。よろしくお願いします。それでは今晩会いましょう。はい、こんにちは。速稼塾の久保でございます。9時を過ぎましてね、1時間の方いかがでしょうか。ブレイクを大きく取ったと思います。まず最初にブレイクしたところをもう一回おさらいしておきますね。一回ここでブレイクして、またね、トライアングルの中に引っ込んじゃったんですよ。でも、上昇の方のブレイクを信じて待っていると、まあやっぱりブレイクしてね、上の方に行きまして、で、ちょっと遅れてもね、このヒゲのあたりで、バイでエントリーできた方はラッキーだったんじゃないかなと思います。あと一つ、朝の解説を申し上げましたけども、これね、今度ね、ブレイクしたらレンジの方にも入るんですよ、同時に。だからこの黄色いラインを残しておいたんですけども、そうなるとこういう風に上程と下程が引けるんですね。その中でさらにですよ、このあたりでバイ、このあたりでセルっていう風にいつも申し上げてますけども、そうなるとですね、ちょっとごちゃごちゃしては来たんですけども、この図がね。ここ突き破ってブレイクした時に、同時に、さらにね、このレンジを意識できていれば、上の方に向かうことが、考えられるんですよね。まあ、ですので十分ここの、ヒゲのところまでは、取れたんではなかろうかと思います。ただここでね、一旦、下に下がっちゃう流れができましたんで、このレンジの中とはいえね、ちょっと決済しとこうかって気持ちになるのもわかります。だから、そこで決済できれば、まあ、御の字ですよ。で、今回このレンジもなかなかね、意識できてなかった方もいると思いますんで、言われたら、あ、そうかってなるんですけどもね。でも、ここでもう一回押し目を作って、さらに上昇した時にですね、実際上昇したんですけども、もう一回この矢印のところ、ヒゲのところでね、エントリーができれば、もう一波動を取れたのかなっていうところで、ここに至るわけですよ。さあ、そして全ての補助線消しますよ。とにもかくにも今週はレンジに入るということで、今朝も解説を申し上げてましたけども、レンジを一気にクリアしちゃいましたね。さて、ちょっと超えてますんで、一旦ここでポジションを解除しましょう。ポジション持たれてる方は私はもうこれ解放した方がいいと思います。その上でですね、またこのレンジの中に戻るようであればレンジ戦略を取っていきます。でも戻らずにこのまま上の方に突き抜けていくようだったら、ちょっとこれレジサポ転換になりますんでね、サポート転じてレジスタンス、つまり上程が今度下程になるってことなんですよね。つまり仕切り直しが必要ですから、ポジションを取らずにもう一回、見直していくってことになります。で、今こうやってね、日足を重ねますけども、デイリーをどうですかね。高値圏でヘッド&ショルダーにならなかったんで、ダブルトップってのはそれに比べるとそんなに強い下落を起こさないんですよね。で、しかも、週足でも確認させてもらったように、3つの陰線が徐々に下髭を出してですね、下髭は大きいでしょ、上髭はどんどんちっちゃくなってるでしょ。つまりは下に行く勢いがそんなにないよ、そがれてるよってことなんですよ。ですから4本目は、本来ならサンバガラスの後だから、陰線が続くはずなんですよ。坂田候補で行けばね。陰線が続くはずなんですよ、4本目は。でも私あえて言いましたよね、このヒゲを組み合わせて考えたら陰線は続かないと、むしろ今週は陽線になるんじゃないかなってことで、今陽線を作り始めてますよね。とここまでは私の筋道通りに行ってるなというところでございます。ですので、もしかしたらね、もう一回デイリーに戻しますけども、この形はエリオット波動ではないんですけども、それに類する形として、これから調整波を終わらせて推進波を作ってですね、こちらの方、つまり130円131円、このあたりを抜けて、もしかしたら132円133円の方面へ
円安の方に進むのかもしれないなというふうに今週は見ております。ここまでで予測がうまくいったところと、それを組み立ててこれから予測するところとお話ししました。はい、今晩 FX オリガルヒぜひお楽しみにご覧になってください。このぐらいのレベルでね解説していきますんで、ぜひついていってほしいと思います。こんにちは、速稼塾の久保でございます。14時23分の相場を、見ております。お話ししたようにポジションは外してくださいましたが、ね、ポジションを外してちょっとねレンジを横に伸ばしてみますね。ちょっとこう正確にいかなかったところあります。ここではみ出しちゃってヒゲになってるところありますけども、いかがでしょうか。やっぱりレンジの内側に戻ってきているように見えますよね。でもそういうふうに決めつけないでくださいね。片っぽではねこれレンジの内側に戻ってきているようにも見えますけども、もう片っぽではこの上昇トレンドも疑いの一つなんですよ。こういうふうにね、そうなってくるとさらに高く上に上がる可能性があります。マンデルブロット図形のこともお話しましたよね。フラクタル幾何学のことですけども、そうなってくると、エリオット波動の、まあ、例の形ですよ。つまりはさらに上昇するっていうのも補強されてくるわけなんですよね。難しい言い回しになっちゃいましたけども、レンジの中に戻っていくような気もするけども、でもねこのまま上昇するかもしれない、だからポジションを外してくださいねっていうふうに先ほどの放送では言いました。先ほどの放送でポジションを外す、つまり利確をすれば利益は出てると思うんですよね。レンジのこの内側でバイをかけていたわけですから、もしくはここで入ったわけでしょ、そうするとここで決済すればとりあえず利益は取れるんだけども、深追いするべきか、それとも反転でレンジの中に戻っていくことを考えるべきかっていうのにはもうちょっと時間を置かなきゃなりません。少なくともねやっぱり3時間ぐらい見ないといけないんで、基本的に今日は新規のポジションを立てずに、18時まで見守る形でね、やっていきましょう。また明日方針立てましょう。それでは今晩よろしくお願いします。はい、6月になりましたね。6月1日の朝5時2分の相場解説になります。月が変わりましたけども、今回はねちょっと変則的にですね、週足を見て日足を見て4時間1時間ということで今までの流れをおさらいしたいと思います。明日はね月足も見ていきますけども、今日は週足からのご観覧でお願いします。それでは画面を切り替えます。こちらです。はい、この週足なんですけども、1週間が当然1本なんですね。でもちょっとね侮らないでいただきたいのは、 FX の世界で7日間が1週間ではないってことなんですよ。5日間なんですよ。ですんですでに週の半ばに差し掛かってます。今までの相場解説でお話したのはここからグーンと上がってきて陽線ばっかりだったですよね。でここで陰線のサンバガラスが出ました。通常サンバガラスはグーッと下に行く勢いがありますよってことなんで、陰線が続くはずなんですけども、私が目をつけたのはですね、ヒゲなんですよ。下ヒゲ、これが大きく出ていることを考えると、大きくっていうのは上ヒゲよりもかなり大きく出てるってことですよ。それを考えるとこれ下に向かうエネルギーが止められ続けてるってことなんですよ。そういった意味の陰線の下ヒゲロング、上ヒゲショートなんですよね。まあですので下に行く勢いがどんどん止められてきてますから、これは反転して陽線が出るんではないかなっていうことで今週の4本目を見てるんですけども、まさにそうなったでしょう。だからこれがまだね、この陰線が3本出てる段階で言えるかどうかなんですよ。分かるかどうかなんですよ。陽線が出だした時に言ったわけではないんですよね。だからこれが一歩先を見る力です。私にしてみると今週どうなるのかっていう方向性を週が始まる時に提示できてるわけですから、ですんで当然1日4時間1時間という買い足についても判断が、もうねこう言ったらあれですけど、勝ててない人とはね大きく違ってくるんですよね。はい、じゃあ1日足の方に軸を戻していきます。1日足なんですけども、ここで気をつけないといけないのは、ぐーっとブレイクした後ね、レンジをブレイクした後、レンジをブレイクした後押し目を作って上昇してきて、エリオット波動ではないんですけども、エリオット波動みたいな動きをした後に、ここにヘッド&ショルダーではなくってヒゲのダブルトップを作ってるってことなんですよね。で上が台形みたいになった後こう跳ね返っていってさあということなんです。ヘッド&ショルダーのようにここが尖った形なら
かなり高値圏での下落の勢いっていうのは強いことが考えられますけども、ヘッド&ショルダーにまで至らずに単なるダブルトップだったんで、ダブルトップってのはヘッド&ショルダーよりも下落の力が弱いですから、まあこのネックラインで止まって妥当かなっていうところで、まさにここで反転してきてるわけですよね。でこれが確認できるっていうことです。でもしかするとこのダブルトップを抜けて上昇の流れを作っていくかもしれないよねってことをこの時間軸では警戒しております。はい、じゃあ4時間を見ていきます。4時間にはどんな特徴が出てるでしょうか。先日までお話したのはフラクタル幾何学といいましてね、三角形がだんだん小さくなっていく形で、最終的にはここでブレイクしてしまうってことなんですけども、ブレイクした時にこのレンジを抜けましたね。レジサボ転換ですよね。レンジに戻るかなと思ったらレンジに戻らずに、もうね、上の方へこの領域を作ってしまったわけなんですよ。でおそらくですけども、包み足のあるここに目をつけてね、こっから横線を引っ張るような形になるんではなかろうかと思いますね。当然ここも抜けていく可能性大いにありますよ。ですんでこれからは再び130円の方に向かっていくんではないかなと、全ての時間軸を加味すると私は判断できるわけなんですよ。なんせ下に行く勢いがどん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 三角形ちっちゃくなってますから、下に行く勢いはもうここでね打ち止めになったというふうに私はこの4時間で確認します。じゃあ1時間を見ていきます。はい、1時間軸ですけども、こちら未だに使えるこのレンジの黄色い2つの線でございます。昨日はですね、下から突き破ってレンジに入るかもしれないから、このまんま倍の方で取れていけばなってことを言いました。そしてここ突き破ったんで、そのまんま、あ、すいません、そのまんまレンジの中に戻るシナリオが1個考えられるのと、いやいやもう上の方に抜けていって別の新しい領域を作っていくんだよっていう風なシナリオが考えられるってことをお話しました。でそうするとね、週足の方はもう陽線の方に向かっているし、で、下に向かうボラティリティは弱まっているしっていうのが今までの解説で確認できてるわけじゃないですか。そうなると迷った時は今回の1時間軸は倍の方で考えていった方が確率が高いかなっていうふうに結論になるわけですよ。ですんでもしエントリーするんだったら倍でエントリーしますよね。で一番良かったのはここを超えた瞬間にレジサポ転換っていうことでね、エントリーできれば良かったんですけども、この時間私寝ていましたんで、だから後から確認することぐらいしかできません。ただやっぱりね、後から確認して自分が一晩中起きていたらどんな判断するだろうっていうふうに考えながらこうやって振り返るの非常に大事ですから ね、非常に大事なんですよ。だからチャートを振り返って、あ、この時間に自分がもし起きていたらエントリーできていただろうか、ロスカットを食らっただろうか、これはねよくよく考えていかなければなりません。はい、ということでこれからなんですけども、129円とか130円の方に向かうことを念頭に入れながら、エントリーをね検討していきたいなと思っております。実際に今日は、そうですね、今日はね129円に行きそうになったらもう一回動画作ろうと思いますけども、そこまではフラフラと定まらないランダムウォークに入るんではなかろうかと思いますね。ですんでそこら辺はね、今日はエントリーを焦らずに129円付近になったらもう一回全体を見直すって形でやっていこうかと思います。はい、ということですね、FX オリガルヒのご覧いただきましてありがとうございました。今日の解説いかがだったですかね。全ての時間軸について一つずつ検証して、私のね考えてる頭の中身をお知らせしましたけども、こういうのを組み立てていくとやっと1時間で取引ができるようになるわけなんですよ。だから1時間だけを見てエントリーっていうのはまあほぼ不可能ですね。できる方もいるのかもしれませんけど、まあやらないですね。テクニカルっていうのはそういうもんじゃなくて、マルチタイムフレーム分析といって1時間を見るなら上位足から順番に見ていって、時にはね30分とか15分とか5分みたいな買い足を見ていって1時間を両側から確定していく、考えを詰めていくってことになります。そして今まで立てていた理論が、まあ、全部合っているんだったらその延長でさらなる仮説を立ててもいいんですけども、今までの仮説が崩れ始めたんだったらまた改めてご破算にしてしばらく静観してですね、もう一回一からテクニカルを見つけていくっていうことの方が私はよろしいかと思います。本日は以上です。お疲れ様でした。おはようございます。6月2日になりました。速稼塾の久保です。まあ月が変わりましたので今日は月足から連絡させていただきますけども、ちょっとね
昨日ですね、FX オリガルヒのプロモーションが始まって1日目なんですけども、もうすでに内定組といいますか、その前からオリガルヒに参加を決めてくださった方が、まあ、次々と入金をしてくださったんですよね。で、その際、私ね、まあ、いつも思うんですけども、何かことを始めるときに、例えば今回は6月の12日前後からオリガルヒが本格的に始まりますよってことをお話ししますけども、その時にね、大体ね、2種類に1つ分かれると思ってるんですよ。1つは、あ、じゃあ6月の12日まではのんびりやろう、それから気合い入れようって思う方。もう1つは、6月12日から始まる前に、できることは全部やっておこうって感じで、もうね、もうオリガルヒがスタートしたような気持ちで、ああでもない、こうでもないってね、改めて分析を開始したりとか、私の方にね、これでいいでしょうか、あれでいいでしょうかっていうふうにね、細かく連絡をいただく方、こうやって分かれるかなと思ったら、今回ですね、どちらかというと、大半の方っていうかね、大半って言ったらね、まあみんながみたいな言い方になりますけども、でも昨日はちょっとね、思ったよりも、忙しかったと言いますかね、あ、本当に本気で考えてくれてんだなというふうに伝わって非常に嬉しかったです。で、昨日、あれでしょ、結局は130円クリアするまでにロングのポジションをかなり取られてますよね。うん、だからこういうことなんですよ。意識が変わる、つまり FX オリガルヒに参加するんだ、今度こそ FX を身にするんだ、ものにするんだと思った時に、すでにもうチャートの見方は変わってるんですよ。で、ちょっと困ったな、迷ったなって時に私に連絡をしてくれたでしょ。基本的にはこれバイですよと、ロスカットを食らうまでバイを入れてくださいっていうふうにそこでは申し上げました。もちろん一般公開っていうかね、普段の相場解説ではそこまでは言わなかったんですけどね、昨日の相場解説の追加でも言わなかったんですけども、でも個別で連絡いただいた方には私がね、シンプルに何を考えてるかってことをズバッとお伝えしたんで、自信を持ってエントリーできたでしょ。で、必ずそうなるとは言えませんけども、今回の場合は130円をクリアしてね、今度131円に向かうわけでしょ。で、131円をクリアすると大きな上昇波が起きるよっていうことはもうお分かりいただけてるとは思います。確実ではないですよ。でも高い蓋然性でそうなります。ですんで、今130円、100とか200あたりでしょ。で、これが131円にこれから向かうっていうところなんですよ。じゃあそれをですね、なんでそこまでね、130円になったばかりなのに131円に行けるかってことを思えるかってことを今日は込みで解説していきます。それではね、この今日は解説の後にもちょっとね、注意点と言いますか、金融機関の注意点について気がついたことも話しますんで、長くなりますけども最後まで、お付き合いください。それでは画面を切り替えていきましょうか。こちらです。月足から、はい、今ご覧いただいているのが月足ですけども、はるか昔ですけどもね、数年前ですけども、月足でここ天井を取った時があります。こういうふうに横に伸ばしていくとここですよね。しかもこのヒゲ先すら抜けてますということで、かなりね、強い上昇に乗ってきたのかなってところなんですよ。もちろんこれはウクライナ、ロシアの関係もあって、一時期はファンダメンタルがかなり市場を支配していたんですけども、ファンダメンタルもたまれば、なんて言いますかね、テクニカルになるわけですよ。ちょうどファンダメンタルここですね、どっちに行くか分かんないよって言った時です。それからというものを2ヶ月目とボーンと大きく上に突き上げて、そして今またね、こういった国際情勢って長期化すると、今度はね、長期化したその不安定さでバランスするんですよ。ですので、こっからはこんなね、今までみたいな、この2ヶ月みたいなね、大きな突き上げるような陽線ってのが出るとは思いません。この陽線の長さ見てください。ここの陽線の長さとここの陽線の長さね、ちょっとずらして今やってますけども、ここと同じぐらいの陽線ってもうね、過去何ヶ月も出てない、ここぐらいなんですよ。これはどんな事件が起きたのか、ちょっとチャートを見ただけで私思い出せませんけども、ここも大きいですよね。めったに起きない流れが来てるんですよ、ね、こういうふうに月足を分析すると、こことかこことかここ、めったに起きないようなのがここでも起きてるってことなんですよ。そのぐらいの大事件なんですよ、まあ、それだけちょっと頭の隅に入れておいてください。で、そういったものが起きてるわけですから、この上昇トレンドはなかなか終わらないよってことが伝えたかったんですけどもね。今130円125でマークしてますけども、これが今度131円方面に動いていくってことです。じゃあ、次ですね、週足を見ていきましょう。さあ、週足なんですが、要点はここですよ。何かに見えませんか。そうなんですよ、 N なんですよね。もともとはサンバガラスが出てますから、本当だったら下に行くはずなんですよ。ただ私はテクニカルをしっかりと見るときに、ヒゲってものをかなり
意識するんですよ。で、通常はヒゲってなんだかよくわかんないものなんでしょうけども、ヒゲってのは何かっていうと、通常は逆田号を示すように下に行くサンバガラス、ね、3本の陰線の後も下の方に潜り込んでいく、そういったサインなんですよ。でもヒゲがここまで出ることによってそれが否定されて逆に働くんですよ。それをお伝えしたわけですけども、まさにそうなりましたね。陽線がズバーンとでかいのが出ました。大陽線がこのまんまこの131円をぶち抜いていくぐらいの勢いが今週のこのね陽線で出ちゃうと、これは132円3円の方に円安をさらに加速させるよってことなんですよ。だからこの流れがね N をもってしてさらに上の方に行くってことになります。そういうふうにシナリオ立ってますね。じゃあデイリーの方行きましょうか。はい、だんだん私たちの時間軸に近づいてきました。デイリーですけども、これ、このレンジをブレイクした後に何度も言いますけどもね、今日から見始める人のためにも N を書いてさらに押し目を作って上に行きました。もう一個押し目を作るかと思ったら、ここで高値圏のヘッド&ショルダーに似た形を作って下に落ちていき始めたわけですよね。ただヘッド&ショルダーでなくて、これはダブルトップですから、ヘッド&ショルダーぐらいの下落の勢いを落とさないんですよ。そう考えていくと、この辺りで止まるのも妥当かなっていうところで、今度は陽線に転換したってことですよ。で、130円をクリアしましたから、今度は131円をクリアするかどうかをしっかり見ていきましょうっていう話をここのところずっとしてたわけですよね。はい、はい、じゃあ4時間です。4時間で講義をしたのはこのフラクタル図形ですよね。同じ図形が繰り返されてちっちゃくなっていくみたいなね。つまりはこれは収束なんですよね。この組み立てができると、今度は収束からブレイクしてこういう風な流れになることが分かると。4時間で、しかも大きな時間軸ではサンバガラスが逆転現象を起こしてるんで、上の方向に行く可能性が強いよねってことが分かるわけですよね。だからその2つを組み合わせてマルチタイムフレーム分析をすると、この上昇波動が見て取れるってことになります。で、4時間でね、押し目を作りながらどん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 上がってるでしょ。これはロスカットを食らうまでずっと倍でいくんですよ。で、勝てば勝つほど、同じ方向で勝てば勝つほど、そろそろこの流れ終わるんじゃないかなっていうふうに不安はつきまとうでしょ。だからロスカットラインを設定して、ロスカットを食らうまでは同じ方向でどん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 倍にいってください。場合によってはね、半値、エントリーでもいいですよ。1ロット1ロット1ロット 0.5 にしようかな、こんな感じですよ。はい、追撃はね、やっぱりこうまだ慣れてないうちは本来の基本ロットの半分ぐらいで追撃するといいですね。はい、じゃあ次に1時間、私たちがエントリーする時間軸です。今後どうしていきましょうか。はい、いうことは単純です。まずこのレンジを横に伸ばしていきますよ。レンジオプションは随分前に終わりました。で、そのレンジオプションに回復しても復活してくるのかなと思って見ていたら、ここで反発して内側に入ると思ったら突き抜けていってしまいましたんで、もうこれレンジもね終わったってことなんですよ。今度は上昇トレンドをここで意識しなくてはいけないんですよ。そうなった時に上昇トレンドが継続してどんどん角度をつけていって垂直に近い形になっていったってことですよ。で、こういうふうに1時間軸が見れますかっていうふうになります。それは今までの高い時間軸からずっとね、順を追って見ていくと、そういう流れをねこう追っていけるようになるんですよね。これはだから何回もやるとそういう感覚で見れるって話なんで、なかなか講義には知りづらいんですよね。この経験がもの言うとこですから、うん、だから知識っていうのはそのまま使えるもんですけども、経験っていうのは知識の組み合わせで積み重ねでなんとなく見えてくるものなんでね、こう感覚値になってくるんですよ。まあ、ですんで、同じぐらい繰り返し繰り返しやった人には伝わっていくんですけども、あんまりね反復をやってない人にはこの上にどん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 ね上に行くでしょみたいな、この感覚で話すとちょっと分かりにくいでしょ。分かりにくくてしょうがないんです、そこは。積み重ねが同じぐらいのレベルじゃないと、このねブワーッと行くんだよっていうのがね、なかなかね受け取りきれないんですよ。だから私もね、この辺ブワーッと行くんだよぐらいじゃなくって、もっとね具体的な伝え方をトレーニングしていかないといけないなっていうのが私の当面の課題ですよね。はい、とにもかくにも今後の予定ですけども、131円を目指す、値動きを値動きが起きているというふうに私は方針を立てております。131円ね。そして131円近辺で反転して反発してまたね下の方に行く、セルの方に向かう、その時は
すいません、バッテリーが切れて話の途中でしたけども続けます。131円近辺でセルの方向に向かうような反発が起きると私としてはちょっとね、退屈な思いがするんですけども、それはそれで一つ現実としてしょうがないですね。その時はまたその時また新しい方針に立てます。で、私が今思ってるのは131円の壁を越えて132円方面にそのまんま向かっていく、つまりしばらくまたね倍の流れは続くんだということなんですよ。今までの時間軸をずっと見ていって、もうこれはね135円とまではいきませんけどもね、132円3円あたりまではロスカットを食らうまでずっと倍で入れていこうと思います。もうね一瞬たりともセルのことは考えずにセルばっか倍ばっかりいくと思いますね。それでロスカットを食らったらその時にまた頭の中をね空っぽにして一から考えようかと思っております。というところですかね。バッテリーが切れちゃってすいません。ただ話はまだ続きます。金融機関のことです。今回 FX オリガルヒのご入金をいただいて分かったことなんですけども、場合によってはね金融機関は誤送金を恐れて入金者もしくはお金を受け取った口座をお持ちの方に電話をしてチェックしているみたいなんですよ。今大きな入金がありましたけども、これは間違いないでしょうか、金額とお相手の名前を教えてくれますって形なんですよ。つまりは具体的にいくらの入金があったのか送金をしたのかってことを確認するのと、あとはねお相手の名前、送金した方もしくは入金をされる方のお名前を聞くってことなんですよ。で、それをね今ランダムにしてるみたいです。あの例の山口県の誤送金の問題があったでしょ、あれで金融機関結構ね新しい指示が出てるみたいですね。まあですんで、これランダムなんで全員にあるわけではないみたいですけどもね、だから適当にやってます。だからいきなり電話がかかってくるってことがあります。でもちょっとおかしいですよね。でもこれはね私思うんですけども、2つおかしいなと思うところがあって、1つはねこんな確認作業をいちいちしていたら銀行業務とか中小企業の会計なんてできないなと思うんですよ。だってお客様から入金があった時にそれを会社の方が本当にこれはお客様が買ったんですかって確認するんですよ。で、会社としてはどんなお客様が何を買うかってことはそんないちいち入金のたびにチェックしてないですからね。例えばジャパネット高田にこんな確認しますかと、一日に数百件とかオーダーがあるときに数百件の確認するんですかって話になるじゃないですか。で、そうやって取引の多いところの方がトラブルが起きる可能性高いわけですから、だからそれどうしてんだよって話になりますよね。あと一つは入金をする方がこれから入金しますよって教えてくれればいいですけども、そうとばかりはいかないですよね。なんか引き落としみたいな感じだと別にお金を受け取る方に何の連絡もなくお金だけ着金するってことは今までもあったわけじゃないですか。そしてこれからも無数にあると思うんですよ。だからそれに対して本当にこの人が商品買ったんですか、どんな商品ですかとかって金融機関から電話かかってくるんですよね。しかも電話がかかってくる方っていうのはなんかいろんな活動したりとか私生活を送ったりとか時には寝ていたりするわけじゃないですか、運転中だったりね。そこに電話かかってくるわけですから、それで確認ができない限りはお金を動かさないってわけですから、なんか妙なことになってきましたねってことなんですよ。で、今回私もねそれを経験したんですよね。 FX オリガルヒのご入金をいただいてる時に、あ、なんかこういう風なお金が入ってくるんですけど本当にこの人は大丈夫ですかって、ね、なんてこと聞くんだと思いましたよね。仮にも10期以上企業活動してる私みたいな会社にねなんかマネーロンダリングの疑いがあるんでとか言うけど、ちょっと待ってくださいと、20万30万のマネーロンダリングって何ですかみたいなそれはね数千万とか数億円だったらマネーロンダリングのね疑いがありますけども、そう、ちょっとそのね感覚も妙なもんがありましたよね。まあこれはねマネーロンダリングって言葉を使って本当はそんなこと思ってないけども言ってるんでしょうけどもね、確かに10万20万30万ぐらいでマネーロンダリングはなかなか考えられないですよね。ロンダリングのコストの方が高くついちゃいますからね。はい、ということでちょっと余談も申し上げましたけども、皆さん今日も一日頑張っていきましょう。ありがとうございます。どうもこんばんは、速稼塾の久保です。6月2日の19時2分なんですけども、今ね動きが1時間に出てきましたね。ずっとねここ揉み合ってる状態だったんで、1時間の足でですね、1時間足では特に大きな資金を入れたり引いたりする人いないなっていう風に見てたんですよ。ところがねちょっとね買いの人が
決済したんでしょうね、これは。売り勢の方がちょっと増えてきたのかな。1時間軸でも売りの人の方が多いですね、今はね。で、均衡が崩れて下の方に行ってます。ですんで、129円の805ですよね。リスクリワード3対1で131円の、まあそこそこの大きさを目指している人にしてみたら、やっぱりね、129の650あたりが、こう、ロスカットラインになってると思いますから、ちょっとこう、警戒したいような、値段ですよね。最安値が129の675なんで、ロスカットは食らわなかったんですけども、これ、売りのトレンドが、セカンダリートレンドが入ってるんで、このままだとね、ロスカット食らう可能性がありますよね。ということで、今1時間は均衡が崩れて、売りの圧力強くなってます。ただね、そこそこ安くなった時に、買いに入る人がいる可能性があるんですよ。これはね、トレーダーだけじゃなくても、貿易をしてる人が、あ、安くなったから今のうちに交換しようみたいな動きがね、一気に入ることがあるんですよ。だからこれヘッジファンドじゃないんですけども、結構大きな資金がそこで出入りしますから、それも込みでね、私たちみたいな個人トレーダーは警戒しないといけないです。はい。じゃあですね、1時間ではそういうことが読み取れたと思います。4時間ではどうでしょうか。で、4時間ではね、今度は、押し目を作ってるようにも見えるんですよ。ずっといろんな事情ありますけども、こうやって下がったと思ったらぐーんと伸びて、こうね、押し目を作るようにボン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 上げを取ってるんですよね。で、今この三角形の収束が終わって上にブレイクして跳ねてるところなんですよね、こういう風に。だから4時間で上げトレンドですから、ロスカット食らうまではバイで行くんだよっていう風に申し上げましたけども、4時間でね、勝負してる方はこの押し目に見える動きっていうのが、このまんま果てしなく下に行くっていうふうにあんまり考えられないと思います。ですんで、1時間で勝負してる方はね、これ押し目が入ってるんじゃないかなっていう見方もできるんですよね。ただ、そうとばかりは限らないのが、今度、1日足の見方です。はい、デイリーの場合はね、確かに、こう、陽線が3つ、どんどんどんと出て、しかもそれぞれが大きくなりつつ、陽線でしょ？じゃあこういう場合は上の大きな勢いを感じればいいんですよ。だってどんどん大きくなってますからね。このね、陽線がどんどんちっちゃくなっての上3本だったら別の解釈なんですよ。でも、どんどん大きくなってるでしょ。だから勢いがついてるところで、買いでそこそこ含み益を持った人がここでね、利確してる臭いんですよ。だから売りの勢力が1時間でも、もう一回1時間見ますよ。1時間で利確してる人が出始めたんで、上に行く力が弱まってるんですよね。だからこういうふうに、売りの勢力の方が強くなって下がってるんですよ。だからそれを見てまたね、買う人が出てくるかもしれないんで、N 字ができるっていう理屈なんですけども、さあ、その他に考えられるのは、このレンジを形成するっていうパターンが今見えてきました。ここの底がありますからね。で、ここと結んで三角形を形成しようとしてるんですよ。この三角形が作られた時っていうのは、例えば、押し目だとして、三角形が作られた時っていうのはもうレンジが始まるんですよね。この辺ちょっと分かりにくいと思いますけども、今はなんとなくね、あ、一日足はレンジがあり得るんだと思っていただければいいです。ただ、あんまり確率は高くないです。テクニカル的にはレンジができそうな形なんだよってことなんですよ。これ、よく分かんないと思いますから、聞き流しておいてください、今回はね。ただ私はそこまで見ながらやってるよってことで、ああ、なるほどね、と思っていただければ十分です。肝心なのは1時間軸に戻って、買いの勢力が利確をして、資金を引き出してるんで、売りの人がね、ちょっとね、勢力を強めてるんで下がってるってことなんですよ。ただ、いい感じのところで、これはこれで安くなったから買うっていう人が必ず出てきますんでね。まあ、だから、私の場合は131円を突破した時に、ブレイクアウトで132円の方へ向かってバイをするということで、まあ今ね、傍観してるんですけどもね。プラス、ちょっとね、チャートの方にちょこちょこいけない、今日一日だったんで、っていうこともあるんですよ。はい、生活に合わせて無理なくやっていきましょう。それでは、今回は補足の動画以上です。おはようございます。速稼塾の久保でございます。今日は6月3日、朝5時の相場解説になりますけども、6月3日といえばね、私の運営する FX オリガルヒというチームですけども、こちらの方の、まあ、熟成特別価格、これ29万8000円なんですけども、こちらのね、締め切り日でございます。先ほども2件お申し込みとお問い合わせがありまして、お申し込みいただいた方には入金口座をお知らせしました。で、お問い合わせいただいた方には解説の動画もお送りしました。ということでね、今 FX オリガルヒの、
まあ、限定動画の方ね、一般公開でバシ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 お送りしてるわけなんですけども、いやぶっちゃけね、いや基本がまだできてない方とか基礎用語が入ってない方は、うん、その辺からやっていただかないと、多分私の解説聞いただけではね、わからないところが出てくると思うんですよ。というのが、こう基礎用語わかんないと私が話していることも受け止めかねると思うんですよね。まあ一部細かく解説しているところありますけども、今日はそれを踏まえてですね、冷やし4時間1時間というふうにやっていこうかと思います。で、動画の後には私の考える休憩というね、ことについてもお話しようと思いますので、お付き合いくださいませ。それではいつもの相場解説です。デイリーからです。はい、このデイリーを見て私がね、真っ先に思いつくのがエリオット波動なんですよ。エリオット波動っていうのは第1波、第2波、第3波、第4波、第5波という推進波と調整波があって一つのサイクルになってますけども、この調整波が終わった後ね、今度赤で書きますけども、ここを超えるようにまたね、新しい波がこうやって起きてくるんですよね。で、何が言いたいかっていうとね、今リアルタイムチャートで見ているのがこのエリオット波動に似た形なんではないかなと思うんですよ。ですんで、この赤いところ線引きましたよね。この赤いところの線がこの赤いところの線に相当するという形でぼんやり見てるんですよ。でも今皆さんがご覧いただいているのが、これエリオット波動ではないですからね。これはエリオット波動ではないんですよ。似てるけど、でもエリオット波動のような動きをしているものを重ね合わせると、ここも似たような形になるんではないかなっていうふうに考えながら見てるんですよね。ですんで、私が今度ねエントリーしようとしているのは、ちょっと戻しますよ、こちらの方とこちらの方で構成される赤い線、おおむね131円前後がブレイクアウトのポイントになると思ってるんですよね。で、今ここまで下がってきたものが、このダブルトップで落ちてきたものがね、このネックラインのあたりで、ヘッド&ショルダーならさらに落ちるんだけども、まあダブルトップなんでこの程度で、踏みとどまって、また上昇に変わっていくっていう風に踏んでるんですよね。で、上昇に踏む理由の一つとしては、このウィークリーです。週足がサンバガラスなのに下ヒゲがある陰線ですから、これは売りの圧力がどんどんなくなっていることを示しているんではないかなって私は分析してですね、その後に陽線で跳ねていくんじゃないかなと思って、最終的には N を書くんじゃないかなと思ってるんですよ。それはもう先週お示しした通りなんですけども、まさにそうなったじゃないですか。そうなっていますよね、今ね。まあですんで、まあ読みは合っていたかなっていうことも込みで、今回のこの冷やしを見ているんで、跳ね返るところもまあ妥当かなと思ってるんですよね。で、跳ね返った後、今どん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 上昇していって、まあ一瞬ね、今この瞬間では陽線から陰線に変わってるところですけども、まあこれが131円前後を超えて132円に向かうときにはバイでエントリーしようかなと思って、この辺りを待っているとこだっていうことなんですよね。はい、ここまでストーリー立てられるでしょうか。これがね、まあいろんな解釈はありますけども、私はこの解釈でずっと乗り切っているんですよね。はい、よろしいですかね。はい、じゃあ次にそれを踏まえての4時間足です。もう頭がこんがらがっちゃった、すいません、こんがらがっちゃった方です、すいません。4時間を見ていくときには、まあ私が意識しているのはこの辺りです。この辺りが一つの分水嶺になって、ここを超えていったらバイでエントリーしようかなと思ってますけどもね。でも今はこのダブルトップから落ちてきたのがフラクタルの様相で、どん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 下に落ちてきた、つまりはこういった収束もあると。フラクタルで同じ形を踏襲しながら下がってきたのが、ここでブレイクして上の方にドーンと突き上げて、こうやって N を書きながらね、理想的な上昇波動を作って今に至るよってとこなんですよ。そして今もう一つのこの押し目を作って上昇波動に切り替わってきてるんではなかろうかという解説を、昨日あたりしたんですけども、まさにね、今度は陰線が陽線に変わって、しかもですよ、陰線が下髭を出しても下には行きませんよっていうサインを出してるわけですよ。上髭がないでしょ、この陰線で。次には陽線で、今度はね、上髭が出てるから下に行くんではないかって懸念がまだあります。これは打ち消されていませんけども、ただちょっとずつ上の方に向かってるんで、今度はここですよね、130の100あたりを超えて上に行くようだったら
N 字完成で上昇波動は継続ということなんで、131円前後を超えることも期待できるわけですよ。ね。はい。そういうところを見てます。ポジション持ってませんけどね。はい。で、これが1時間です。順調に右肩上がりをはっきりと作ってくれてます。ただ、移動平均線をちょっとここで見るんですけども、ちょっと横ばいが入ってるかなっていうところですよね。つまりは、1時間のこの世界では、買いと売りがもう今ね、拮抗してる。で、資金が入るにしてもそんな大きな資金が入ってないんで、小刻みなんですよ。ところがここで均衡が崩れて、買い勢力の人が資金を引き抜いた、恐れがあるんですよね。そうなると今度は売りの人の方が多いですから、売りの金額の方が大きいんで、下に徐々に下がっていた。この解説もしましたね。ところが、下がれば下がったで、今度、買い勢力の人が引き抜いていた資金をまた入れるんですよね。そうすると、今度また、買いの人が、含み益を持って、こういう風に登っていくってことが起きてきて、そのメカニズムで、この間で、レンジが起きつつあるってことなんですよ。ただこのレンジってのは私は長続きせずに、すぐに上の方にブレイクするっていう風に、これは仮説を立てています。というところが、私の考えですね。いずれにしましても、131円まで私は、こうやった、ああでもない、こうでもないっていう仮説を繰り返しながら、その仮説がどのぐらいの命中度を持っているのかってことを今のところ見てるところでございます。今のところはね、おおむね正解なんで、順調に、冷静に見えてるなと思います。この積み上げをもとに、131円前後に来て、ブレイクして、そこで利益を取っていこうかなっていうのが私のシナリオなんですよね。さあ、それではね、トレーダーとしての休憩という概念についてちょっとお知らせしましょう。実は今私休憩してるところなんですよ。解説はいっぱい出してるでしょ。でも休憩なんですよ。ポジションを持ってないと精神的にものすごく楽です。ポジションは私は今度ね、131円前後になった時にブレイクアウトを狙って、そこでポジションを投下しようと思ってるんですよ。で、そこまでのシナリオがまあ概ね正解だったらね、この131円のエントリーはかなりロットを増やしてできると思ってます。例えば3ロットでスタートとかしようと思ってますね。だから今までの仮説がまあまあ自分で大体合ってるなと、そしてその仮説にも裏付けが一つずつ積み重なってるなと思えば、かなり自信を持ってエントリーできるんですよ。でもこの私の仮説をちょっとね、裏切ってと言いますか、私の仮説が甘くって、ああでもないこうでもないっていうギッタンバッタンしてる状態だったら、これ131円前後に仮になってもエントリーはしないという決断をすると思います。つまり休憩が長引くんですよ。でね、ここで一つ気づくんですけども、で私もね、自分ながら、上級のトレーダーとまでは言いませんけども、上級に近いトレーダーになってると思うんですよ。でそこでね、本当の上級トレーダーで私なんてお呼びもつかないぐらいロットを持ってる人、例えば一つのエントリーで10ロットとか30ロット50ロット入れてる人いるわけですよね。人というよりもそうなったらもう完全に投資の組織なんですけどもね、そういったいわゆる上級者でありながら資金も億の単位で持ってる方が FX を専業でやってることを考えると、その人たちは1時間に資金を今ね入れてないっていうところと符合するんですよ。つまり待ってる状態なんですよね。このブレイクポイントを待つためにずっと仮説を同じように、ああでもないこうでもないっていう仮説がどのぐらいの精度を持っているかってことを自己検証しながら、じゃあ131円に自分の仮説があったまんまブレイクしたら自信を持っていけっていう感じで、ここでねボーンって伸びるっていうところが期待できるんですよね。ですので私も考えを深めれば深めるほど、そして今131円になるまでずっと休憩と言いながらね、ポジションを温めながら持っていないんだけども、ポジションをどのぐらいで131円前後でエントリーしようかなと思ってる時に、多分私よりもレベルの高いトレーダーさんっていうのは、トレーダー組織っていうのは同じように考えていて、資金をね温存して、それこそずっとバイできた資金を引っこ抜いてね、バイセルが今1時間でね、拮抗してる状態じゃないですか。つまりは大きな資金を持ってる人ってのは今入れてない状態だと思うんですよ。でもこれが131円前後をおそらくね超えて上昇に向かった時に、その資金が一気に流れ込むから大陽線を何本も作るんではないかなと。そして一気にね、それこそ1日のうちに132円とかいってしまうんではないかなと思うんですよ。今までもね、125円あたりからあっという間に130円いって、130円に行った直後にまた135円まで伸びたっていうところね、軽減しましたけども、同じメカニズムでできてますから、だから仮説の積み上げがほとんど合っていたら、次の仮説も高い確率でその仮説の上に次の仮説が成り立ってますんでね、符合するんじゃないかなと思ってます。ですので私の休憩の概念としては、
仮説を今積み上げてポジションを持たずにそれを眺めているところなんですよね。で気合が入るのが今直近では131円前後のブレイクポイントかなと思ってます。もちろんこれが最後の131円前後で資金をわーって入れた時に実はね、なんですかね、セルの方に来たってこともあるんですよ。その確率が 40% ぐらいは覚悟しないとなと思いながらの私のトレードスタイル、それが FX トリガー、オリガルヒなんですよね。テクニカルに忠実にやってもテクニカルはそうならない時もあるよっていうのが必ず入ってるんですよね。それはね、週足を見ながら、そして月足もたまに見ながら、たまには買い足を見ながら検証をどれだけ重ねる時間を持てたかってことにもなるんですよね。はい、今のところ私はね、お示ししている仮説のように131円でブレイクが来ると思いながらその仮説の下積みをしているところなんですけど、今のところ私の仮説はまあ符合してるなってところですよね。ただ本当に131円でブレイクが起きるのかはこれはその時になってみないと分かりませんし、突然予想もしない資金が入ることもあります。特に今日は金曜日ですからね、私の考えもしなかったような資金をドカーンとね土日のまとめで入れてくるかと思いますし、土日に何らかの資金が必要な方とか週単位でトレードしてる人が一気に資金を引き上げることもあるんですよ、ね、1週間トレードの方は今日が決済日ですからね、そのことも意識しながら見ていくと頭が痛くなります。でもですよ、それも勝負のうちなんで今日は私の胸の内を込みで解説しました。さあこのねこと細かい解説が聞けるのもあとわずかです。 FX オリガルヒが始まったらこの一般公開もしくは速稼塾限定公開動画もほぼしなくなると思います。 FX オリガルヒにご参加の方だけに流すようになりますので、おそらくチャートの動きが私の考えが手に取るように分かるようになってくるのはそこからだと思いますんでね、まあ今はねちょっとサービス期間中ということでこうやって FX オリガルヒに参加してない方にもお知らせしてますけども、しっかりと伝わったでしょうか。これからも分かりやすい解説に努めていこうと思いますんでよろしくお願いします。それでは失礼します。